はい、では前回までのあらすじ。清らかなる器に天族は宿る。スレイはライラの教えによって街を汚れから守るには人と天族の協力が必要だと知る。清らかなる器に地の主となる天族を宿し、それを人が祀ることで周囲の土地に加護がもたらされるのだという。汚れのない故郷を見てみたい、そう願うアリーシャが協力を申し出、スレイの従者として同行することになった。アリーシャから情報を得た一行はまず器となる聖水を求めてガラハド遺跡へ向かう。そしてその後を青い影元ミクリは早く来いよ本当に。ということで、じゃあやっていきます。ガラハド遺跡をね目指しますね。え、ここ取ったっけ。あ、取ったか。ではどっちだ、あれ、どこ、ここ、ここではないよね。何これ。あ、ここか、ガラハド遺跡。おー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 おおおお、ちょっと待って、何箇所かさ、なんかさ入り口あるんですけど、んこっちは、こっちは橋は行き止まりか。なんだなんだなんだ。あ、なるほどね。こっちがアロダイトの森か。今まで来たところか。こっちもなんかありそうですけれどもね。まあ、とりあえず目的地行くか。変わった入り口やな、これ。ねえねえ、これ。なにこれ。え？え？これなに？あ、これか。あ、よかった。はあ。久しぶりに会うかな、このゲーム。忘れてしまうわ。石彦？今日のよ。私が相手だ。横に振っても当たらないな、これ。不定形のトリッキーな動きに注意だ。まだいるぞ。はゆる連続。よし。これが今日の。アリーシャ。操作キャラチェンジ。戦闘中に三角。ほう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 。で、メニューを開いてオプションを押すたび操作キャラを右奥へで変更することが可能。はい。石碑取りましょう。弱点と耐性。カムイジの弱点連携は通常時と違い、連続ヒットとは関係なく、トータルダメージ数の下にあるダメージゲージがなくなるまで弱点ダメージ倍率が継続。ほう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 。進んでいきましょうかね。で、石碑ターゲット確認。あ、マンゴーソルベ。今さ、めっちゃさ、マックスにお尻がね、筋肉痛なの、お尻が。なんでかっていうとね、私なんか毎日ね、3、40分ぐらい筋トレしてるんですけど、なんかまあ、いろんなね、筋トレを組み合わせて、まあ、大体に3、40分ぐらいになるようでやってるんですよ。で、それでね、新しくね、お尻のね、トレーニングを、12分ぐらいのやつかな、取り入れたらもうめっちゃきつくって、もうね、今、お尻がね、痛いから大変なことになってる、本当？今、その尻のトレーニングやって、3日目ぐらいなんだけど、なんか筋肉痛、やっぱりね、歳を取ったせいか。あと数日かかってようやく来るっていうね。はい。まあでも筋トレはいいですよ、筋トレは。お、イベント。あ、なんか弓がある。弓か。儀式用っぽいね。新規ですよ、この弓。新規？新規。そうだ。この弓が新規ってどういうもの？神器は同志と天族が行うカムイの姿を決定づける、いわばカムイの型ですわ。カムイの型。カムイの型。そっか、ライラの聖剣。そう、レディレイクの聖剣も神器です。へえ。それでライラのカムイは剣なのか。ねえ、ライラの聖剣を使えば他の天族ともカムイできるのかな。それは場合によりますわ。まず以前言った通り、同志であるスレイさんの主神である私の陪審になってもらう必要があります。
陪審とは何なのでしょう。ミクリオが慣れて言ってたけど、私の力の影響下に入ってスレイさんに協力していただくということですわ、うん、もう一つ神器の属性の問題があります。私が火であるように自然を操る天族も一人一人扱える属性が違うのです。神器にも属性があるのなら、天族の属性に合った神器でなければカムイはできない。その通りですわ。この弓は水の神器のようですね。そしてミクリオさんは水の、あ、さあ行こうねえ。スレイさんはミクリオさんを陪審にしたくないんです。なぜだ、私を重視にしたのと同じことだろ。アリーシャは必要としてただろ、自分の夢のために同志の力を。けどミクリオはスレイのためよな。かわいいやつめ後ろからついてきて、あ、これか、これちょミクリオさんということでね、これディスカバリーになってるみたいなんですけど、いや弓の祭壇、弓の台座、スレイ、弓の台座に何か書いてある、古代語のようだが、どれどれ、遺跡や遺物を気軽に持ち帰ったり傷つけちゃダメだからね、もちろん宝箱は別だけど。やけに軽いノリですわね。いえ、洞窟と学術研究は本来紙一重、行為の本質を見極めよという教えではないでしょうか。こっちは重すぎですわ。そういう解釈もできるけど、これは昔の人が残した冗談じゃないかな。なるほど、遺跡は人が作ったもの、個人も私たちと同じ人というわけか。深いものだな。本当に真面目なんですね、アリーシャさんは。さすがな、一国の姫のことだけあるよな。真面目です、真面目です。で、あれもあるの、石碑。今古代語で書かれた石碑が見えたぞ。アラウンドステップ、ほう、なんかベルセリアやってね、あのステップの大切さが分かったよ私。くそ、鍵がかかってる。これもなんか別の鍵が必要なのか。今あの銅の宝箱しか開けられないですよね。宝箱2つ、アースリング、アンバーガーメント、ボス戦なんのかな、この先なんかなりそうだよね。ちょっとなんかアースリングなんか つけとくか、スレイに。これね、もしかしてあのね、地属性のボスが来るかもしれないし。これ扉？あ、開くわ。あ、アイテムだけあったな。これも開かないもんしか。あ、開いた開いた、よかった。アップルグミね。なんでアップルグミのためだけにこんな重厚な扉があるんや。もう少しで星マークのところですが。はい、お、セーブポイントじゃん。セーブしてこうね。あ、ちょ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 、あ、尻が痛い、尻が。お尻の筋肉が痛い。いや、なんか筋肉痛でもある意味来ると嬉しいよね。なんか、あ、まだ私、筋肉つけられるんだ、みたいな。で、この先です。アリーシャ！おいそ。お、はい。どこ？
姿さえ見えればね。こいつは毒を。アリシャ下がってて、ライラ。はい。フォエスメイマハグはエンダキに耐性があるようです。広角氷魔は術が効きやすいですわ。ハグはエンダフォユル熱陣演武滅戦タン一点突破焼き尽くせよ。こいつらカムイの攻撃を非耐性を持つ氷魔のようです。私の力では。けどでも倒せそうだけど。一点突破！いでで！一点突破！新規解放！ラプソディ！ホイール熱陣！オッケー！全然いけんじゃん！あれはまだ来んの？まだこんなに。ミクリオ出てこい！ミクリオ！ツインフロー！あー！ママー！ミクリオ！タイミング良すぎだろう。ライラ、売信契約よろしいのですか？おい、ミクリオ。確かに僕は手堅いくせに意地っ張りだ。認めるよ。売信になることだって意地を張ったさ。けどスレイは、肝心なことを分かっていない。分かってるよ。だからお前を巻き込みたくないんだ。うぬぼれるなよ。思ってるのか？自分だけの夢だって。来るぞ。スレイ、ミクリオ様に答えて。アリーシャさん、声が。俺たちの夢だ。さあ、ライラ。わかりましたわ。もう売信契約だ。流れに連なり生まれし者よ。ミクリオ、ライラ。今、ちぎりを交わし、我が高校たるたけり、正常へ至る輝きの一助となら、何時承諾の意思あらばその名を告げ、無能は省略。省略カムイ、かわいい。ミクリオさん、カムイ行けます。スレイさんに窓を。そんなのとっくに知ってるって。もう行くぞ、ミクリオ。さっさと終わらせよう。私に言ってるだろう。L1 でカムイか。はい、今こそ後期。これ見た目変わるのか。ああ、この見た目知ってるぞ。レイズで見たぞ私は。ちょ、待って。これが俺たちのカムイ。スレイ、狙いは僕が。ああ、タイミングは任せろ。ね、攻撃どうやってやんの。あ、攻撃できてる。お、あ、そうこれ知ってる。狙い撃つ、マイチル。バルンのドレイズのさ、スレイのなんだっけ、オーバーレイ魔境だよな、これ。ミクリオとカムイカするとこうなるのか。あ、強っ。ミクリオ様、あら、解除できたんですの？そういえば、なんか自然に。どうして急に。ね、いいじゃないか。ライラの時は結構苦労したけど。カムイを自由に操れるようになったってことだろ。ようやく一人前ってわけだね。うっせ。なるほど、解除できなかった理由はそういうことでしたのね。あ、信頼の証ってこと。ありが…礼なんかいらない。僕は僕の夢のためにやったんだからな。わかってるって。ええやん。ちょっと羨ましいですね、アリーシャさん。あなた。はい、お声だけでなく、お姿も見えるように。アリーシャ、よかったな。天族が見えるようになったの。きっとスレイの力が強くなったからだな。ん、どうした。ん、スレイさん。少しは勝ち目が出てきたかな、最下の剣手ってやつに。スレイ、ライラ様、ミクリオ様、助けていただいて感謝いたします。いや、なんでもないよ。この手がいらないんじゃなかったっけ、お礼。心配なさそうですね。さあ、滝はこの先です。はい。いや、カムイ強すぎか。
パーティー編成、同志が浄化の力を持って戦闘に挑む際、人間一人をよりしろとして天族をまた浄化の力を行使することができます。人間がスレイ一人であれば戦闘に参加できる天族は一人まで、獣士としては仲間を連れることで人間二人に天族二人を戦闘に参加させられます。あ、そうなんだ。天族二人までか。カムイ化した際は再度 L1 で解除できる。はーい。おー、まあ、ライラが上司なんだよね。で、その部下にミクリオが入ったってことよな。じゃあやっぱ他の天族と比べてライラってやっぱ強いんですよね、天族の中でも。あ、ちょっと待って、なんかスキッとあった。火加減は難しい。これでよしと。ちょ、イケメンやん。ちょ、溶ける前に召し上がれ。フルーツフラッペですね。盛り付けがとても綺麗です。さすがは水の天族ですわね。私だとこうはいきません。ですがライラ様も作っていらっしゃいましたよね。はい、焼き菓子は得意なのですが冷たいものはちょっと。なるほど、ライラ様は火の天族だから焼き菓子が、ミクリオ様は水の天族だから冷たいものが得意なのですね。天族にも得て不得てはあるんだよな。確かに僕も焼き菓子の火加減は苦手だ。そうそう、ミクリオは昔からボアの肉を焼くときに火加減を間違えて黒焦げにしてたもんな。そんな昔のことをまだ覚えていたのか。そもそもあれはスレイが自分で火を起こさな。お話するのはいいのですが。早く食べないと全部溶けてしまうのですが。じゃあ今回この先までやって終わりにするかと言いたいけど、結構まだ距離があるね。じゃあやっていきましょうか。アップル組、いやー、アリーシャも有能よ、ミクリオも有能よ、マジで。アイテム調合してくれるのありがたいな。あ、石碑。あの石碑はまだ見てないかも。ドロップアイテム、ドロップアイテムの入手確率は一番最初に倒した敵のみ2倍。へえ、まあ、石碑の内容はね、なんかさらっと見て終わってますけれども、アンバーサーク、いや、なんかミクリオなんか人気キャラの一人みたいだけど、なんか理由わかるわ。なんかわかる、人気出るの。いや、この先と、あ、ありましたね、器。清らかさは十分です。ミクリオさん、この水を凍らせることはできますか？ああ、多分。では、凍らせて聖堂に持ち込みましょう。氷は、汚れに染まりにくい性質があるんです。ほう。わかった。やってみる。で、ライラが溶かすんだな、聖堂に持って行って。ありがとうございます。これくらいあれば。これが溶けてしまう前に、残りの問題も解決しないとですね。な？ん？ん？急にアニメが始まったんだけど、なんだなんだなんだ。え？誰？ライラ、今のって。大地の記憶ですわ。おー！やっと反応しましたね。地脈地脈。実際に会ったこと見たか、ミクリオ。天意見文録を書いてた。あ、作者の人が作者なんだ。大地の記憶は他にもあります。手に入れれば過去に関する知識を得られるはずですわ。なんか興奮してきた。やっと一つ終わったんだ。そんなに気負うと体が持たないぞ。ああ、どうした？すごい熱。え？ミクリオさんと契約した反応ですね。ああ、そっか。宿に戻って休めば良くなりますわ。僕がおぶってくよ。スレイを冷やす用の氷も作らないとね。どうし大変だな。体に直に反動来ちゃうの辛いよね。大丈夫かな。
なんかそのうちさ、なんか熱だけじゃなくてなんかやばいことになりそうな気がプンプンするのだが。熱下がったみたいです。ああ、よかったの。たった1日で順応するなんて、私の時は3日もかかったのに。あ、そうだった、1日か。才能あるんだな、同志として。ミクリオさん。そうそう、手紙助かったよ、ライラ。おかげでみんなを追いかけられた。趣味なんですの、お手紙書くのが。目が覚めたか、スレイ。そっか、また倒れちゃったんだ、ミクリオが。おかげで腰が痛い。スレイが浮いているように見えてね。宿には手品師だと説明しておいたよ。そっか、見えないもんね。騙すのは苦手なんだけど。無理をしないでください、まだ寝ていた方が。俺なら平気。凍らせた水が溶ける前に地の主と聖堂を祀る人を探さないと。ですけど。同志は言っても聞かない。それをフォローするのが仕事だろ。主神と陪神と重視の。よし、ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうかなと思います。じゃあ次回は聖堂に行ってですね、やっちゃいますか、儀式を。いや、なんかね、またスキットがいろいろあるみたいなのでね、それも回収しながら進んでいこうと思います。ではお疲れ様でした。